がくれた大切なもの、一つ一つ今日さん、ぜひこの木に触れていってください。風に咲く花びらの名前を知らない、名も知らぬ花のように、人は生まれ生きてる、名も知らぬ死なない星たち。
ありがとうございました。改めまして八重です。そしてご紹介します。ピアノはヤンシーさん、パーカッション石川聡、ギター越田太郎マ、昨年の2020年に私は20周年のアルバム On the Border をリリースしました。世界中の何百年もつながってきた人は生きるということを、強く生きるんだということを音楽の中に残した、そんな名曲たちを入れたオン・ザ・ボーダー、境界線の上という意味です。今世界中でさまざまな分断が起きています。なんで人はお互いを憎み合ったり傷つけ合ったり、戦争が終わらないんだろうかって。そして今私が着ているこの服はミャンマーの少数民族の人たちがおったかもしれない、そんな織物なんです。700人以上の武力を持たない人たちが命を落としています。本当にどうしてこんなことが起きてしまうんだろうかって、テレビを見ながら、ニュースを見ながら心が痛くて、でもみんな本当の意味で平和や笑顔や幸せを求めてるはずなのに、そのオン・ザ・ボーダー、境界線の上にみんなが立つことができるならきっとそれが叶うかもしれないって思いながらアルバムを作りました。今日も少し持ってきてますのでぜひ手に取ってほしいですが、その中に収録した数曲を今日は歌いたいと思います。まずはオリジナル曲スマイル、聴いてください。暗闇でも
しさと苦しみ泣き叫ぶ人の胸の中でどこからか呼びかけるあの遥かな歌に声を合わせ歌おう。それではオン・ザ・ボーダー20周年のアルバムでリリースしました。本当にこの世界が変わってほしいなって、ニコルさんが残した道しるべ、しるべになってほしいって、今日を生きてる、明日を生きていく私たちが、私たち一人一人がもうまさにそのしるべになってるんだなって、まさに思いますけど、では聞いてください。 On the border。この世界の隙間に生まれ落ちた嘘の命、
ざわめく私の中、奪われた大地、震える壁、闇と光を隔てて、知らずにまだ見ぬ人を引き裂かれた大地、森は燃える、残された奇跡、
ほら、晴れたでしょ。天気をも私の歌で晴れさせましたよ。はい、オン・ザ・ボーダー聴いていただきました、本当に本当に。でもこのアースデイ東京2021、今日もたくさんのたくさんの方々が出展していただいて、NGO、NPO ブースもありますので、ぜひ皆さん触れてね、まあ、触れてって言っていいの？ダメ？でもこの本当にコロナ、ね、新型のコロナ感染拡大というのが世界中を変えてしまったような気がします。だからこそ今年のアースデー東京のスローガンになってます、ニューハロー、新しい当たり前。この中にみんなでこれからを作っていくんだっていう、そんな思いが込められていますので、では最後に一曲、今年は東日本大震災から10年、あの日に生まれた赤ちゃんは10歳になったんだって、3月11日この日を決して忘れたくない。最後に共に歩こう、聞いてください。小さなその手を伸ばしてごらん、温かな愛に包まれて生まれた、
でした。どうもありがとうございました。